歯磨きしてきたよ。だからね、電子的にもいい匂いだと思う。いや、すごい口臭いの気にしてるやつじゃんと思うんだけどね。いや、ちょっと人間に近づいていこうかなって思って歯磨きしました。まあ、今日は物理的にとか、そんな物理的に何、まあね、お母さんがもうすぐ帰ってくるからこれで最後かな。うん。コメント来ました。はい。雑談とか、あ、違う、再生数回数全然ないのに雑談とかやっても誰得だよなって思った。すごいごもっともかなって思ったら全然ごもっともじゃなかった。再生回数全然ないのに雑談とかやってもって、なんか順序逆じゃない？雑談やって再生回数取れるわけじゃん。動画出さないと再生回数は取れないんだよ。最初からなんかもう再生回数があるのにとかじゃなくて、普通になんだろうな、チャンネル登録者数が少ないのに雑談やっても誰得はわかるよ。うん。でも再生回数が全然少ないのに雑談やっても誰得なのって言われても、それは難しくないかな。動画上げないと誰が得かはもうわからないわけだし、うん、まあ動画撮ってる時は自分が得なんだろうけど、得っていうよりは楽しんでる。というか、まず動画を見て得することなんてなくない？ああ、よかったみたいな。見てよかったみたいな。その知識を得る動画、まあ、大悟さんの動画じゃないんだからさ。メンタリストの方の大悟さんの動画じゃないんだからさ。得することってよっぽどないわけよ。だって、YouTube なんて娯楽なんだから、得るものは何もないんだよね。うん。だからその、人生の橋つなぎっていうか、なんか娯楽だよ。ちょっとでも、まあ、生命維持装置に近いと思うよ。ある人まで行くればね。すごいファンまで来れば、やっぱりそう、なんかね、まあ、人生辛いなって思ってる人が、まあ僕の動画を見て、よし、明日から頑張ろうと思ってくれれば、まあ、得といえば得なんだけど、でもやっぱりその、得かって言われても、まあ得だな、そこまで来たら。うん、まあそんな感じだよね。娯楽だよ。みんなの生活の苦しみ、生活の苦、人生の苦、人間関係の苦が、ほんのちょっとでもごまかせたらいいなって思います。うん、まあ、和らいだらって。ほんのちょっと一瞬だけ和らげればいいなって。まあ、僕の動画で笑ってくれればね、それだけ、ニコって笑えばね、少しは一瞬吹き飛ぶけど、その一瞬を楽しんでほしいっていうために動画やってるかって言ったら、まあ、それは 2% 正解。単純に喋ることが僕は好きなんですよ。だから動画を上げてるから、誰得だろうが俺が得してるんで、もうずっと得し続けるんで、俺は。楽しいっていうのは得なのかって言われても、楽しいは楽しいでしかないから、まあ得か損かで考えてる時点でちょっとつまらない考え方だよねっていうね、すごいダメ出しは入ったけど、まあ僕は楽しいからやってるって感じですかね。うん、楽しいんだもん。喋ることは楽しいから、俺はもし今ニートで、まあ親もね、あの仕事できなくなったら、まあ東京のね、変なジジイとして生きていこうかなと思います。変なジジイでいろんなね、クソみたいなつまんない YouTuber とかに取り上げられて、だからそのね、電車とかで変なことしないけど、まあ、はいはい、おい、YouTuber、な、俺の話を聞けよみたいな感じで、やるみたいな。まあ、そういう人になろうかな。うん。そういう、最終的には俺はそうするわ。うん。やばいじじいになる。その、電車とかで暴れない。その、変な、その、おい、兄ちゃん、僕と話さないかみたいな。俺と、わしと話さないかいみたいなね。やばいじじいになるわ。やばいホームレスになる。最終的にはね。うん。だって喋ることが好きだもん。でも、そうやって絡んでいけば、その、間接的に YouTube に投稿されるわけだから、後々誰かが僕に目をつけて動画投稿できるんじゃないかなって。だから喋ることが俺は好きなんだよ。うん。喋ってるじじいになるわ。うん。喋じじいになる。うん。まあね、そうするよ。喋るじじい、だから大阪にでも飛んでね、アイリン地区で喋るじじいで、なんかジョーブログに紹介してもらえば、お前ジョーブログだなみたいな感じで。ね、全関西にいるのに全然ね、関東の人なんだけど。そうしようかな。そう生きていくのも、俺は楽しいと思うし。楽しいことをしながら、楽しみながら生きて死んでいきます、僕は。喋れればいいんですよ。もし声帯がなくなっても脳みそが生きてたら、僕は脳内でずっと喋り続けるんで、まあ、最悪大丈夫かな。死ななければ全部大丈夫だと思う。でもやっぱり声に発していきたいわけよ。だからみんなに伝わんないから、そのテクノロジーが進化しないと脳内で喋ってるものがみんなに適用されないわけだから、うん。だから、こんな感じね。テレパシーみたいな感じね。
究極テレパシーよ。うん。その時代までね、それができる機会がある。で、それを俺が第一線にやっていこうかなとは思う。それを最初の被験者になりたい。そのテレパシーできる装具の完成品みたいなのの試写会ナンバー00001みたいなね。を俺は最初につけたいな。うん。それでもいいんだよな。喋るのが楽しいから。お水美味しい。これちょっとね、1% ミルクティーなんですよね。すごいなんか貧乏人みたいなことしますけどね。いや単純に残ってたんですよ、ミルクティーが。あ、違う、飲みかすです。かすで、飲み残りに水入れたって感じなんでね。いや、濃いにやったわけじゃなくて、まあ、まあ、なんでもいいやって感じで入れて。後味がミルクティーっていうね。ほんのうっすら。鼻がよく詰まるんだ。多分俺、蓄膿症だから。くせえんだよ。前も車に乗ってたらな、なんか臭いなーって、屁みてえな匂いがすんなーって思ったらね、俺の鼻の中から匂いがしてるってね、悲しいよね、そうなったらね。うん。だからみんなにも言いたい。俺のこと臭いってやつはお前の鼻の中が臭いんだぞと。ね。びっくり、なんか音が。あ、もうね、幻覚 TV だから。まあ、幻聴 TV。幻覚幻聴 TV なんでね。ということでね、まだ終わらないか。犬が吠え出したらお母さんが帰ってくるタイミングなんで、その時になったらやめようかな。まあ、6分でおしまいかな。バイバイ。